エレナ・グラーフは、ドイツのバイオリン奏者。フランクフルトの出身。3歳からピアノを学び、12歳から、フライブルク音楽大学で、イエルコホフマンとラティカ・ホンダ・ローゼンベルクにバイオリンを、指示。2005年から翌年まで、ミュンヘン音楽大学で、クリストフ・ポッペン。2006年から2010年まで、フランクフルト音楽大学で、ユリア・フィッシャーの指導を受けた。年以降は、 同音楽大学の大学院で、プリアー・ミッチェルの訓導を受ける。さらに、アナ・チュマチェンコ、ライナー・クスマウル、デビット・セロンや、クリスティアン・テツラフ等のマスタークラスにも参加。2010年には、フライブルク国際バイオリンコンクールで優勝。2012年のロドルフォリピザー国際バイオリンコンクールでは4位入賞を果たした。ケープクラシック、ザ・マジック・オブ・ミュージック。 2020年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月31日閲覧。ビオグラフィ。2020年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月31日閲覧。アーカイブ2018年5月16日。ベーバックマシン。ありがとうございます。